はい、今回もね、森友事件を、まあ、ネタにですね、自分の弱さにちょっとこう振り返ってみようかと思うんですよ。まあ、私がですね、自分に対してこんな要求をされたらどう考えるかなっていうことで、まあ、答えは結構明白なんですけども、自分自身の弱さにね、向き合うことになる事例が一つあります。それはですね、今回みたいな、こうやってね、近畿財務局の例なんですけども、例えばね、上司とか一定の権力を持った人に、こういうふうにやったらお前の将来は保証してやるよ、でも逆らったらお前徹底的に潰すからねっていうふうに言われた時に、正義のために自分の考える正義とね、そのベクトルが一致してればいいんですけども、明らかなる不正をやれって言われて、その不正をやったら一定の人は泣かすことになるけども、お前は取り立ててやるよみたいに言われたら、なんかね、心の中ではそんなことをしたくないんだけどなと思いながら、まあちょっと条件聞いてみようかって気になるのは素直な気持ちなんですよ。ね、そこでね、突っぱねられるほどの精神力はなかなか持てないなと、これはね、正直に告白しますけどもね。そしてですね、もう一つ、もし言うことを聞かずに不正に手を染めずにね、自分なりの正義を貫き通すんだったら、お前はひどい目に遭わせてやるよって言われたら、これはもうね、行動がね、決まっちゃうんですよ。皆さんどうですかね、どういうふうに思います？私はね、大抵の場合は自分の正義を貫くことにはそれはやぶさかではないんですけども、究極的にですね、例えば家族に害が及ぶよとかね、お前の資産を引き上げるよとかっていうことを脅されると、要するに生命の危険まで感じるぐらいに脅されて、その引き換え条件としてもう自分ではね、得られないような富とかね、欲とか権力、そういったものを片手に握らされると、これはね、落ちてしまうかなと思うんですよ。まあ、そういうことを前提に森友事件っていうのを見てみると、この佐川さんね、佐川さんが悪の枢軸とされてますけども、この人ももしかしたら何かに対する忖度とか何かからの圧力を感じてね、明確な指示はないけども方向性を位置づけられて、がんじがらめにされて、あ、これはこういうことをしろってことなのかなっていうふうに動かざるを得なかったのかな、結果部下にまでね、その指示を出さざるを得なかったのかなと思っちゃうんですよね。だからといって擁護することはできません。これはですね、私たち国民に対する約束なんで、私たち国民はね、多数の人が迷惑を被るわけなんですよ。そして今回の件では、それに耐えかねた人がお亡くなりになるということまでありました。で、お亡くなりになる前に、うつ病にかかっているところまであるわけですよね。じゃあなんでうつ病にかかるのかっていうと、やっぱりね、激しく抵抗したっていう、この赤木さんの正義感があったのと、プラス他の人はもう完全に落ちちゃってるわけなんですよ。私が想像するにね、お赤木ってもうそろそろいいじゃないかと。もうこれはみんなでやろうよと。もうこんなこと国民忘れるよみたいな感じでそそのかされたのかもしれません。もうそうではなくてもね、赤木さんが抵抗するときに、こいつ一人だけ抵抗して、まあ、空気読めないやつだなとか思いながら、もしかしたら悪い表情をされたのかもしれませんよね。これは全部私の想像ですよ。で、そういうふうに思ったときに、これね、やっぱりね、私たちの職場とか環境でもね、起きうることなんですよね。みんながある一定の権力者に忖度して、その人の便宜を図ってね、不正なんだけども、まあいいじゃん、どうせ誰にも迷惑かかんないよみたいな感じでやり寄せちゃうことって結構あると思うんですよ。で、結果、従順に言うことを聞いた人は、あれですよね、後から口を割られないようにですね、厚遇するわけなんですよ。だってこの佐川さんにしたって、例えばね、これ、この問題が発覚して、証人喚問まで呼ばれて罰せられたら、腹いせにですね、俺はこれ実はこういうふうにやらされたんだって内部告発しないでもないんですよ、恨みを買ったら。だから、美味しい思いをずっとさして、もう恩を売ってですね、変な意味で。文句言えないようにしてるんではないかなと思うんですよね。で、その他、近畿財務局の職員さんも、赤木さんがどうして死ななければならなかったのかってことは十分分かってるはずなんですよ。真横に行って作業してるわけですからね。で、自分も悪に手を染めてるって自覚がありながらやってるわけですから。で、毎日の業務として、もう落ちた後は、それに麻痺してね、毎日真面目に改ざん文書に手を染めたと思うんですよ。でもずっと両親の呵責があったと思います。両親の呵責はあったんだけども、でも周りを見たらみんなも黙ってやってるし、これでいいんだと。今更自分がことを荒げてね、格好つけることもないんだっていうふうに自分を納得させてやったと思うんですよ。じゃあね、もうね、本当にまたね、怒りが込み上げてきて、頭がカンカンになってきましたけど、私はね、話しながら。だからといって許されないですよ。許されないんですけども、じゃあこういう時にね、もう
美味しい思いをずっとさせてもらって、で一時的にはあの表向きの処分っていうのをねされましたけども、むちゃくちゃ軽いわけじゃないですか。でその処分の後には肩叩かれて、その後はなこういう風にしてやるからなって言われれば、あじゃあ自分も報われる、よし別の環境でもうね過去のことは忘れよう、仕事なんだからいろいろあるさとかね、それから亡くなった赤木さんにしても仕事をしてればどんな職場でも殉職するってことはあるよねみたいな感じで無理やり自分を納得させて、家に帰ったらね家族の幸せそうな笑顔があるわけですよ。で自分が蒸し返しさえしなければこの笑顔が守られると思えばそうなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。で心の中では自分は悪くないという、あの無理やりやらされたんだからしょうがなかったんだっていうようなね、そういうふうな形にもなりますし、でもこれが逆にですね、本当に処罰されて逮捕立件とかされたらもうね本当のことを喋らざるを得ないと思うんですよ。みんなもね、もう自分も結局不利な条件を押し付けられてトカゲのしっぽ切りになっちゃったなと、全部これはねあの人とあの人のせいなんだってことをね喋らざるを得ないかと思うんですよ。もちろん検察が買収されていても、その一般のマスコミとかインターネットとか YouTube で告白をすることになったら、もう結局はですね世論とか、それから検察が動かなくてはならないようになったりとか、まあ、いろんな問題が起きてきてね、要するにあの正しい方向に舵を戻そうとしたら、それまで嘘をついてた人が結託してですね潰しにかかるっていう、この構図はいとも簡単に理解できるじゃないですか。でそうなると一瞬嘘をついてしまった人ももうね加担するしか選択肢が残されていないってことになっちゃうんですよ。で全て自分の野罪家財を売っ払って自分の命さえ差し出して正義に貫ける人ってのは、そうなると本当にですねいないんじゃないかと思うんですよ。で、あの、これはね、あの、本当に、私ね、自分の怒りとは矛盾したことを言いますけども、国民もですね、こういった公務員さんに、命を懸けてでも正義を追求しろっていうふうな圧力をかけることがどこまでできるのかなってことなんですよ。赤木さんの死に報いるために、他の方も命を懸けて告白するのが当然じゃないかっていうことによって、二人目、三人目の、ね、死者が出てしまう、死なないまでも精神を病んでしまって、それこそ家族関係ぶち壊れてしまうみたいなことがねさらに起きることを本当に私たちの本意なのかなと思っちゃうんですよ。まあそういう意味でもう誰の肩も持てないんですけども、私はね基本的には赤木さんの死に報いるために真実の追求とか、罰せられるべき人は罰せられてほしいなと思うんですけども、なんかそれで私たちの気が済むんですけども、罰せられた人にも人生があってね、でその人も全部が悪人じゃないんですよね。だからここが難しいんですよね。罪を憎んで人を憎まずじゃないですけども、本当は何なんだったんだろうかなと思います。で他の動画でも言ってるんですけども、私ねこう思うんですよ。あの勝手な意見なんで申し訳ないんですけども、もうね安倍総理のあの発言から始まってると思うんですよ。やっぱり私の妻がこの問題に関わっていることが分かったら、もう私は国会議員を辞めますみたいなことを言ったのが全てなんで、じゃああの発言はもう撤回していいですよと。安倍総理は任期を満了してもいいし、それからね、選挙で落ちたんだったらまだし、もう国会議員は続けてもいいですよと。それは不問にしますんで、みんなで本当のことをみんなで出し合っていきませんかと。それに対して本当のことを言って罰せられる人が一人もいないような約束をした上で、本当のことを出していきませんかっていうふうに打ち合わせることができたんだったらね、それは誰にとっても過酷な結果にはならないと思うんですよ。で今回の問題を利用して野党の人もね政権を追い落としてどうこうっていうのはね、自分の私利私欲じゃなくて、今となってはね本当にこの安倍政権、あの悪に加担したら加担し続けないといけない、あとは口を拭って知らんぷりしないといけないっていうような、こんなのがねその日本国のあのリーダーでいいんだろうか、トップ機構でいいんだろうかっていうふうな不安からですね、とりあえず誰が次の政権を取るのも、もうそれはね我が党でなくてもいいんで、誰か次の人変わってくれと、とりあえず今のままじゃダメだっていうふうな、そういう危機感からね、追及をしてると思うんですよ。何でもかんでもうちの政党が有利になるように、細かいところをね、つっついて、重箱の罪をつっついて追い落としてやるみたいな考えはもう今ね、ないような気がするんですけど、皆さんいかがですかね。それほどまでに、政権を我が党に奪取したいからつついてるようではなくて、今はね、逆にですね、とりあえず、運転手を運転席から降ろさないと、このままでいくと大事故になるぞ、すでに大事故を起こしてるぞってことの危機感から毎日の追求があると思うんですよね。さあそれではね、今回も10分くらい喋っちゃいました。全然記事の方に触れてないですね、すいません。もうこんな感じでね、単なる私の愚痴の YouTube になってますね。皆さんからの愚痴もお寄せください。コメント欄お待ちしております。